これやってるごちゃん。やってますね。はい。一日何回死んでるの。一日優に50回以上は死んでる、うん。これやりだしてから一回も腰痛で休んだことない。一回も。去年これ腰痛で何回？4回か5回動かれなきゃねか。今年ゼロやね。なんでかって言ったらこの断るごとにこれだけ体操こうこうこう、まあ、弁当あたりにねこう手こう置いてね、で骨盤を前に押し出すイメージやね。骨盤を前に押し出すイメージ、うんうん、でこのね大腿四頭筋の太もものね伸びもちょっと気持ちよく感じる感じ。こうで目線は30度ぐらいで、この両肘をこう内にこうグッとこう背骨めたら自然とこう前になるわ。こう断ることによるご主人やか、うん、腰痛がないねん。お疲れ様です、ケンゾーです。今日のね、動画はあの腰痛腰痛にねついてのね動画なんですけれども、僕はあの植木屋で腰痛持ちやったんですよね。で職業柄ねやっぱこう無理な体勢とかをねすごい取るんですよ植木屋さんってね。ですんでね、まあ僕の周りもねもうほとんど腰痛言うてる人らばっかりなんですよ。で僕もね最低でも1年に一遍はもう腰痛なってまあ5日6日動かれへんなるという感じやったんですけれども、やっぱ年齢とともにねその回数も増えてきて、もう去年が一番ひどくてね、去年ほんとね 5回ぐらい腰痛出たんちゃいますかね。だからその度に3、4日はちょっとね安静にしないといけないのでやばいなぁ思ってね。ほんで去年なんかもうすごいちょっとこう先々の不安を感じてね、これはやばいんちゃうかみたいな、もう仕事やっていけるんかなみたいないう感じあったんですよ。でねその時その話をねちょっと思い起こしたらね、腰痛くなったら安静にしないといけないと思ってたんですよ。ですので毎回腰痛くなったらねもう3、4日は全く動かずに、なんかね僕のその思い込みでは なんか背骨が炎症を起こしてるんで、その炎症が治まるまでじっとしてかないといけないみたいなね思い込みがあって、で去年ねほんともう5回目ぐらいの時ですかね、また腰痛なったわ思って、でもうなるだけ安静にと思ってね5日ぐらいねほんともうずっと安静にしてたんですよ。ほんでそろそろいいかなと思ってこう動こうと思ったらグーってね初日の痛みがそのまま来たんですよ。5日後にね5日安静にしてたのに最初の痛みがそのまま来たんですよ、グーって。でその時にこれおかしいぞと思ったんですよ。これもう絶対なんかおかしい、俺がなんか間違ってるわ。であとそのねいろんなまあ腰痛に対するそのまあ整骨院行ったりとかでまあいろいろ知識もちょっとはあったんですけれども、もう自分で調べて直すしかないわと思ったんですよ。で YouTube しかないんでね YouTube 調べたらめっちゃ出てくるんですよ腰痛って。でいろんなこと言ってるんですよみんなね。でそれをねちょっともうずーっと見て、で見てたらね、まあ、なんとなくこういろんなことが分かってきて、でその妙にね気になったのは今は動かして治すというキーワードが出てきたんですよ。で腰痛ってもうめちゃくちゃもう動ける状態じゃないじゃないですか、何言うてんねんって感じなんですけど、なんかもう最近はもう動かさないと治らないみたいなねこと言うてる人が多くて、いやいやいや動かされへんやろ思いながらも、もう藁にもすがる思いでね、その僕が見つけたのはね腰痛体操って言うてね、腰をこう反らす体操やったんですよ。もうそれだけでいいっていうあの体操、その人も言うてるんですよ、これだけでいいってね。でまさにその体操もこれだけ体操って言うんですけど、そんなはずないやろと、なんでこんな体勢取るだけで治るんやって思ってたんですけれども、もう晩酌尽きてたんでね、もうやってみようか思ってやったんですよ。じゃあね2ヶ月ぐらいでね腰痛治ったんですよ。でそれが
ちょうど2022年のね、10月ぐらいだったんですよ。で、まあ、2ヶ月ぐらいでもう腰痛も治まって治ったと。で、思ってたんですけど、まあ、僕は多分これ、ほんま治ったと思ったんですよ。でも、その経過があまりにも短いんでね、治った期間がまだ2ヶ月ぐらいやったんで、そこまでちょっとこう、自信を持ってお届けできるほどでもないなと思いながらも、まあ、2回ぐらいは動画で紹介してるんですけれども、全然反響がないと。で、今は2023年の11月なんですけどね、もう1年以上経ってるんですけど、2023年で、ね、僕、腰痛ゼロなんですよ。全くないんですよ、腰痛がね。もう完全に治ったと言ってもいいと思ってるんですよ。すごいなと思って、だから整骨院も結構通ってたんですよね、マッサージしてもらったりとか。その整骨院について一言もそんな話してないんですよね、腰痛体操こういうのがあるという。だから知らんのちゃうかな思って、そもそも整骨院の先生って腰痛の治し方本当に知ってる人ってあんまおれへんのちゃうかなってね、思いますね。で、いろいろ調べてたらね、どうも本当に腰痛の原因を知ってる人間ってほぼいないみたいな、なんかことも言われてるみたいなのにぶち当たって、あ、ほんまそうやなと思うんですよね。で、もっと言うたら別に治らんでもいいと思ってるんじゃないかと思うんですよ。もうめちゃくちゃ整骨院ってあるじゃないですか。それがこんな体操でポコ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 治られたら商売上がったりなんでね、別に腰痛をほんまに治そうとしてないんじゃないかっていうところにもたどり着いてね。だから僕は自分で調べて自分で直したんですよ。で、まあちょっと極論かもしれないですけど、癌もそういうとこあるんちゃいますかね。なんかほんまに困った人ってもう自分で調べて自分で直したりとかしてるんちゃいますかね。なんかそんな気もしますね。うん。だから100%そのお医者さんに頼らずにね、本当自分で直さなあかんなって、僕は腰に関しては思って実際治ったんですよ。自分で調べてね。その腰痛体操に巡り合って、そうなんですよ。という話なんですよね。だから、まあ、いろんな腰痛のタイプとかね、その体質とか、あると思うんでね、この体操で治る人っていうのはね、まあ、すごいいると思うんですけれども、これが合わない人もね、もちろんいると思うんで、まあ、そういう方はやっぱり、まあ僕もど素人なんでね、整骨に関したら、ど素人なんで、やっぱ、もう、これで治らん人はね、その整骨院の人と、こう、相談してね、治していかれることをね、もちろんお勧めするんですけれども、ただ、この腰痛体操を一度ね、やってほしいなと思って、はい、僕が治ったんで、ということです。はい。よければ参考になればと思ってます。はい、どうもありがとうございます。ベルダリア。ベルトぐらいやね。で、ここ揃えてね。で、ちょっとこう、肘を内にこう入れるっていうか、こう。ほんで、このまま、前に押す。こう反らすんじゃなくてね、この手を、前に押す感じ。こう。まあ、呼吸はし、あの普通でいいと思うんで、別にこう肩幅ぐらいね、肩幅ぐらいに、まあ足先まっすぐがいいかな、こうして、こう、なんやね、腰をこう反るやん、こうみんなこうするやん、こうするやん、こうじゃなくてね、こう押し出す感じ、クーって。反らすんじゃなくて、こう。っていう感じかな。よかったです。ありがとう。